結構早かったな。結構早かったな。さあ、いくらでしょうか。さあ、僕が言ったのは3バールですね。カナさんが入れてくれたのは 2.0 バールでした。 2.0 バールです。差は1だな。差は1ですね。ありがとうございました。ここからじゃあ2周目に移っていきます。ここからは、まあ、合計した値を今は、A チームが 0.2 B が 0.5 C が 0.2 D が1という差額ですね。今はだから1番は A チームと C チームが同率という形です。それではじゃあ2周目 A チームの2人目の代表者の方お願いします。大前くん、満を持してやってきましたね。前くん、はい、来ました。日本に来て何ヶ月ですか。6ヶ月ぐらいです。あ、もう6ヶ月になりますか。じゃあ6バールお願いします。6バールお願いします。大丈夫かな。準備はいいですか。いいですか。はい、よーい、スタート。おー、しっかりと入れていきたいですね。しっかりと入れてきてね。下からなの。6バールはね、結構入れなきゃいけないからね。いいですか。チームプレーだね。仲間からもここでストップっていう言葉があったね。はい、じゃあ実際どのくらい入ったのか見てみましょう。値は 7.0 バールです。 7.0 バール、プラス1かな。プラス1だったね。どうだった。一番たくさん入れたもんです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ次 B チームの代表者2人目お願いします。お名前お伺いしてもいいですか。あ、小松さん。もう一度じゃあ生年月日に戻ります。何月何日。